こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はセブン&アイプレミアム天然水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。私のブログをですね、まあ読んでくださってる方々はもしかするとおいおい伊藤と、セブン&アイプレミアム天然水はすでに紹介したじゃないかという方もいらっしゃるでしょう。まあ確かにその通りなんですね。セブン&アイのプレミアム天然水は私の記憶にあるだけでも4つか5つはもう紹介しています。ただこの製品はですね、中身が違います。後ほどあの再スイッチなんかはですね、紹介しますけども、中身が違うので新種として認定し紹介している次第です。ですね、硬度がですね19、 pH が7、とても飲みやすい水です。後味も良くてですね、すっきりしていてぐいぐい飲めると。コンビニで売るには、皆さんが、いろんな人が飲むコンビニで売るには最高の水なんじゃないかなと私なんかは考えています。再水池が岐阜県海津市南農町、販売者が株式会社ジャスティスですね。この海津市南農町というところはですね、私通ったことはあるんですよね。2回ぐらい通ったことあるんです。ただちゃんと見たことがないんですね。見て回ったことがないんです。ですからですね、全く行かないエリアじゃないので、いつか行った時にですね、しっかり見て回ろうかなと考えています。このように私みたいにですね、採水地に行く、例えば工場やら、採水井戸は見ることができなくてもですね、行くということ、そこの地に行くということだけでですね、水に対する愛情とか理解度というのは高まるんですね。やっぱりそういうふうなものを通してですね、水っていうものを知っていく。もちろん工場見学とか採水井戸を見学できるのは一番いいんですけども、そうじゃなくても、興味があったら行ってみる。もちろん無理のない範囲で行ってみるっていうのがですね、私の、水を学ぶ姿勢というかですね、水を知りたいというですね、姿勢につながっているんですね。皆さんもぜひそういうふうにですね、採水池に行ってみることをお勧めしたいと思います。この製品セブン&アイですから、セブンイレブンとかイトーヨーカドー行けば手に入りますんで、エリアの方々はですね、ぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。